行きそうじゃん、行きそうじゃん。はい、おやした、私は広島県三原市の三瓶商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。この瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフ、ガレージライフを大さんが応援する動画になっていますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンでこの、ショベル女子と大さんを応援していただけたらと思います。今日はですね、ちょっといただいた動画というか、これ動画YouTube 載せてもいいよって友達経由で、いただいた動画をちょっと、お送りしてますが、今一生懸命キックをしているのは、ツーリング仲間のたえちゃんです。たえちゃんは一緒にツーリング行ったりもキャンプ行ったりもする結構活動的な人で、今まではエボリューション、セル付きのエボリューションを乗っていたんですが、この度友人というかその仲間が乗り換えるということで、そのショベルにこう買い替えたと。でこのショベルはなんとキックオンリーのショベルなので、多分これ家で練習してるんじゃないかなと思うんですが、今これ最近撮った動画だと思うんで、これエンジンかからないのは結構寒いからっていうのあると思うんです。でキックもかなりいいキックをしてるなと思います。女性でここまでキックする人っていうのは私今まで見たことないじゃないかなと思うぐらい、ちゃんと体重をかけてタイミングよく蹴ってるなと思うので、多分これは寒いからか、ちょっと慣れてないっていうのもあるんでしょうけど、こんなもんですよね。なので最初これ買うって決めた時にとりあえずエンジンかけてみみたいな感じでやってた、この最初頃のキックですね。これは全くタイミングが合ってないというか、いやいい、こういうキックしてる人結構いますよね。なのでこれだとなかなかかからないかなと思います。キックって結構その足の力じゃなくて体重のかけ方とタイミングだと思うので、あれじゃかからないかなと思います。で休憩を終えてまたキックの挑戦をしていますが、なかなかかからないですね。このでもね、これだけ連続で蹴り続けれるってなかなかだと思います。男でも5、6回で結構ハハ言い出しますからね。すごいなぁと思います。これだったらかけれるだろうなぁと思います。このキックする時って一瞬力を入れるので、結構息止めてグッてこうやるとですね、無酸素運動になって足がこうパンパンになるんですよね。わかんないですけど、キックする時はハーって息吐いた方がいい。なんかマニアックすぎるな。またやってますね。なんか後ろにギャラリーが増えてるような気がします。あのカブのおじさんはですね、なんとセル一発で、エンジンかけて走っていく。ムカつくんですよね。息子くんもムカつくって言ってますけど、全く簡単にエンジンかけやがってて感じ。今息子くんが左足でキックしたらいけんのんってちょっと言いましたけど、これ左足も結構有効的なんです。体勢的に一番下まで踏み込みやすいので、左足でかける人も結構いると思いますし、長年キックのキックオンリー乗ってる人は多分左足でもかけれる人多いと思いますね。さっきの子分がくれたらいい。かかりそうですね。パスって多分言ったんでしょうね。後ろのおじさんがちょっと面白いんで、ちょっとどこへってかかった、走りに行くのかって、ちょっと遊んでますけど、
発揮に取られて、ああ、エンジンかけることか。すいません、ちょっと遊んでしまいました。いやー、でもすごいですね。なかなかなもんだと思います。これ女性がですね、これジョッキーシフトの、六角クラッチでキックオンリーなんで、なかなか女性でこの乗ってる人少ないと思いますね。さすがです。また今度一緒にツーリング行く機会があったら、走行シーンも撮影したいなと思ってます。はい、たえちゃんありがとうございました。はい、ということでこの度は、撮影をして送っていただいた動画で1本、動画を作ってみましたが、途中ちょっとおじさんのところでふざけましたが、気分害さないでください。悪気はありませんので、はい、もしよかったら自分のオートバイとかこうね、動画で見てもらっていいよっていうのありましたら送っていただければ、ちゃんと真面目に編集してアップして、皆さんに見ていただく、共有していただくのもいいんじゃないかなと思ってますので、そういうのがもしありましたら、よろしくお願いします。はい、この瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフガレージライフを第3が応援する動画になっていますので、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録で第3を応援していただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。